皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は4月4日土曜日、ようやく土日の休み入ってまいりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止ということでですね、土日はね、ご自宅でボード構築、音楽三昧をしてですね、ゆったりとした素晴らしい休日をお過ごしいただきたいと思います。さて今回ご紹介させていただきます新規初投稿は、新潟市の18歳メグナさんからのね、ギター用の直列ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。初めて組んだということなんですけどもね、とっても綺麗にまとまっております。それを押し上げているのがですね、やっぱね、パッチケーブル、今エペボーイさんがね絶賛おすすめしております EBS のねフラットパッチケーブルをね使われているところがね、とってもいいなというふうに思いました。でね、今回注目いただきたいのがね、この EBS の、マルチコンプって書いてますよね。マルチコンプといえばですね、ベース用でね、エペボーアワードでもね4年連続ナンバーワンのね、もう、ベース用のコンプとしてはもう不動の地位のコンプレッサーですけども、ギター用もあるということでね、公式チャンネルの方チェックして、サウンドをチェックしたらですね、音がものすごいいいんですよね。これはもう大発見でした。ぜひともね、マスクして、もし楽器店に行かれたらですね、ダイナコンプとかとね、引き比べをしてですね、このマルチコンプのギター版、ぜひともね試奏なさっていただきたいというふうに思います。そしてね、メグナさんといえばですね、つい先日もですね、ヒデさんと同じようにですね、最新ボードの方ですね、新規初投稿の前にねご紹介させていただきましたけどもね、最新ボードの方ではですね、バイタルオーディオ製のですね、ジャンクションボックスを導入してね、ボード内をきれいにまとめられたということでしたのでね、今回このジャンクションボックスと、それから EBS のフラットパッチケーブル、それから、EBS の、マルチコンプのギター版、ぜひともね注目なさっていただきたいと思います。メグナさん、いつも投稿、それからツイート、いいね、誠にありがとうございます。それでは本日も音楽と機材も胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。